はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、あるタワーマンのですね、Amazon 配達業者に対しての周知があまりにもひどすぎるぞっていうことで話題になってるんですよね。住人が注文してるのに入ってくんなよーみたいな、そんなことを書いてたりするでなんじゃそれーっていうような内容なんで、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、自陣ニュース芸のことをお話ししていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、 こちらの投稿なんですけどアマゾン配達員をいじめすぎだぞーっていう風に言われててどういうことかというとこんな。 張り紙がされてたんですアマゾン宅配業者へのお知らせって建物の美観を損なう恐れのあるカゴバッグまたはカゴ等を使っての館内配達は禁止です損傷の恐れのある行為として警察に通報します防犯カメラ作動中っていうことで、まあ、こんな感じでですね宅配業者に対してこういうのを持って荷物届けたら警察に通報するからよって美観を損なう 恐れがあるからっていう理由でこんなこと言ってるわけなんですよね、まあ、そもそもこのカクバックまたはカゴトってなんなのって話なんですけど、まあ、カクバックはこんな感じの Uber Eats とかでよく見るようなそんなバッグのことなんだと思うんですけどまあ、こういう何個か えー、その商品を一緒に持ち運べるから同時にマンション内の人たちに配達することができるわけなんですよねまあかなり便利なものなのにこれダメだぞと他にはこれね、えー、カゴの方なんですけどカゴで調べるとこういうのが出てきたりね、まあ、こん、ここまで大きいものなんかキャスターがついたものを使ってるアマゾンの人もとみつは見たことないんですけど、まあ、タワマンとかだったらあり得るのかな他にはこのスーパーとかであるようなこちらのカゴを持って 入るととかかそういういこななのかなちょっとここはわかんないんですけどカゴを持って入るとかまあとにかく荷物一個一個持って入ってこいよって言ってるわけですよねまあ、何か使って入ってくるなら館内配達は禁止です美観を損なうからよみたいなまあ、めちゃくちゃな言い分ですよねさすがにそれはかわいさすぎるだろうっていう,うね話なんですよねだって注文したのはここに住んでる人でしょってまあ、ただですね建物の美観を損なう恐れがあるっていうふうに言ってるんですけど いやこんな張り紙してる方がより建物の美観を損なってる気がしますけどね、まあ、とにかくこんな注意書きを、ね、されてアマゾン宅配業者がかわいそうだっていうふうに言われてるんですけどネットの意見を見ていきますねこのブランドのマンションは個数がそれなりの規模なので一度の配達数が相当数あるはず代車禁止だの宅配屋にあれこれ注文つけたいなら一括で配送品を受け取れる窓口を設置すればいいっていや確かにそうだよねそんなに文句が があるんだったらちゃんと窓口つけろってだってそもそもさ住民が頼んだもんだからね他にはアマゾン配達員のミナリよりもこの張り紙とテプラの方がよっぽど美観を損ねている件といやそうだよね <laughs> こんな張り紙でなんか適当な感じでくっつけてるもんね他にはこういう配達員に優しくない住宅はどんどん不便になって市場価値落ちちまえ入管時防災センターで貴重用のタワマンとかはフーデリ配達員に 経営されていてい配達がが跳ね上がっ,ているっていうことで、まあ、こういうマンションではフードデリバリー配達員も敬遠されたりだとか、まあ、住民が使いづらいようなそういう状況になるわけですよね結局住みたくなくなるような市場価値が落ちちしまうよっていうふうにね言われてるわけですね他には美観を気にする割に張り紙を壁に直接汚い接着剤で止めててしかもはみ出してるの笑うなーっていうのがねいやほんとねそうなんですよねこれどう いう接着剤ベターベターベタ,ーベタ,ーベターーってつけてさ十分これがね美観を損なってると思うんですけど、ね、何してんじゃーって他にはここでは全てエントランスに置き配でいいと思いますっていやそうだよねもうそんなにあのー いやマンション内に入っちゃダメみたいな感じになるんだったらエントランスの置き配にすりゃいいんだよね。もうそれで固定しちゃえばいいんですよ。受付作ったりだとか、なんかエントランスが毎日クリスマスみたいになりそうですけどね。他にはこちら管理会社の考えなのか理事会の指示なのかわかりませんが、ガンガン配達不能建物に登録していいと思うぞーって配達業者の人 m、ね、アマゾンか今回だったら。こういうのにいちいち答えていたら配達員さんたちのストレスも溜まるし、下手すると年会費、年会費、 値上げななんてことに繋がりかねない周りの人にも影響出るからもう毅然とした態度取っていいぜっていうふうにね言われてたりするんですよねいやほんとそうだよねほかには配達に強要する前に住民にアマゾンの利用禁止させろよってそうだよ、ね、<laughs> まずは自分たちがあの住民にさあのアマゾン利用しないでくれるって言えばいいのにねほかにはこちらでうちのマンションも問題になっているカゴを引きずるから廊下に跡が残るらしい。 しかしこのカゴって何なんだろうね、まあ、カクバックっていうのがねこちらになるんでフードデリバリーとかまあ、Uber Eats とかもこんな感じなんですけど、えー、カゴって ってどういうことを言うのかよくわからなくて廊下に跡が残るらしい大和や佐川は台車を使うからそんなことはないけどアマゾンは台車を使わないから跡が残るのだとかまあ台車は台車でなんか傷つけそうですけどね他にはですねこちらで、ね、これアマゾンに対するメッセージじゃなくてアマゾンを自称するウーバイツ配達員に対する牽制じゃないのかって言われてる人もいるんですよねまあ確かにカクバックっていうとウーバイツとかのイメージが強いですからね管理組合の規約でウーバイツが禁止 されているので、備考欄にアマゾンの配達員を名乗れって書いてる人がいる気がするって、あ、そんなパターンあんな、ウバイツが禁止されてるマンション、まあ、それはそれで問題だけどね、それで住民はここでね、えー、フードデリバリー頼もうとしてるってことでしょ、それはそれで意味わかんないよね、核バックウバックやカゴで配達してるアマゾン配達に見たことないということで、まあ、元とも関西ではそういうのはあんま見かけないんですね。 他にはこちらインターホンに貼られたテプラやこの貼り紙の方がよほど美観を損なわれてるよね。わらって。配達業者はこれを理由に配達拒否物件に指定して荷物は基地局に取りに来るようにしてもらえばいいよって。いやそうだよね。住民が頼んでんだからさ。いやマンションがこういうこと言ってるからあなた方は取りに来てくださいって言うしかないよね。 他には配達拒否すりゃいいよって。てか、こんなこだわりのあるのに Amazon 使うんだなって。Amazon 悪く言ってないよって。まあ、Amazon にどうのこうの言うような人たちがなんで Amazon 使うんだよってなってるわけですよね。とか、他にはえたまにマンション住人がエレベーターを待ちしているときは配達にはそのエレベーターを使うなみたいなことを書いてあるマンションもあるぞって。こんなのがあるらしいんですよね。配達配送の皆様へ。エレベーターは居住所様、ゲスト様を優先 同情はご遠慮ください。 えな,なんで一緒になるのなんて全然問題ないかなと思うんですけどこういう扱いをされるところもあるぞってその住民が注文したものを届けに来たんだけどってなるいやほんとそうだよこれはアパルトヘイトの黒人シートとかユダヤのゲットと同じ普通に差別人権侵害だろうっていうふうにね言われてたりもするんですよねいやほんとそうだよねなんでそこまで、えー、悪く言われないといけないのかよくわかんないよね困るのタワマの住民じゃないの笑って結局 面倒な思いするのはタワーマンの住民だろっていう風にね言われてるわけですね他にはそれならホテルみたいに受け取ってくれるところに住めばいいんだよっていうことでそうだよ受付とかがあってちゃんとあの配達物を受け取ってくれる人がいるんだったら別に問題ないと思うんですよねなのにあの館内に入ってくんなよみたいなそんな張り紙するのは意味不明だよねということで今回はカゴとか持ってくるアマゾンの配達員は館内禁止だ っていうひどすぎる張り紙をしているというようなお話でした皆さんの意見も、ね、ぜひお聞かせいただけたらなと思いますもみ道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました